仕方ないわね。大方明け方まで起きておしゃべりしてたんでしょ。もう寝不足、美容の大敵、相対的に先生の魅力がアップってなっちゃうわよ。キコちゃんは夢を見なかった。もしもし、あ、母さん、父さんはいるかな。神前武術は神に奉納する神聖なものだ。お前の見たものが夢ではなく邪悪な何かによるものなのだとしたら打ち払える道理はあるまいな。神前武術の稽古を重ねることは日々精進し日々神に奉納していることに等しい。それを繰り返すお前の体には自然と覇者の力が宿っているかもしれん。僕はどうすればキコちゃんを救えるのかな。心の平静を保ち稽古を重ねるのだ。さすれば身は清められ、彼女を蝕む邪悪も退散せずにはいられぬであろう。キコちゃん、具合はどう？
子ちゃん。キコちゃん、すさま、ありがとう。よく覚えてないけど、すごく辛い苦しい夢を見ていたの。うん、わかるよ。でもね、その夢の中で鈴間が助けに来てくれたの。嫌なものも怖いものも、鈴間が来たらパーッと光に溶けてみんないなくなっちゃった。ありがとう、ありがとう鈴間。私って昔からよく気持ち悪いタクチュームとかをよく見るの。スズムを駅に迎えに行ったあの日もそうだった。スズムを待っている間、すごく気持ちの悪いハクチュームにずっとうなされてたの。そうだったんだ。今思えばあの日もスズムに助けられた気がする。スズムが白い綺麗な光の中からやってきて、私を助けてくれた気がするの。そういえば、スズムが来てからかな、気持ち悪い夢とかをほとんど見なくなったのは。今こうして手を当ててもらってて、私確信するんだ。スズムにはきっと不思議な力があるんだね。キコちゃんを悩ませる気持ち悪い夢の正体はわからないけれど、僕が修行している神前武術は神様に捧げる神聖な力が宿るものなんだって。その修行のおかげで僕には幾ばくかの覇者の力が宿っているのかもしれないって父さんが。やっぱりスズムはすごいね。だから悪いものも退散しちゃうんだろうね。私、スズムに会えてよかった。スズムに出会えてから毎日がどんどんハッピーハッピーになっていったもん。そうなら僕も嬉しいな。Thank you.
鈴原に近づきすぎれば不幸が訪れる。体は大丈夫なのかよ。僕はね。でもキコちゃんはまだ。食中毒ってわけでもねえだろうな。一体何だってんだ。社長コブの他の人は大丈夫なのかな。メールしてみっか。みのべさんと布川さんもお休みだそうです。あつたくんとすすはらくんの体調はどうですか。俺はへっちゃらだぜ。僕ももう今は大丈夫って送ってくれる。うん。夏くんはメール打つのいつ見ても早いな。数々のデュエルで鍛えた指さばきの賜物よ。僕はあの日の昼にはもう大丈夫でした。でもキコちゃんは。悪い夢にうなされているような感じ。はい。僕もあの夜何かとても気持ちの悪い夢にうなされた気がします。キコちゃんも悪夢にうなされていたと言ってた。きっとミノベ先輩もリリアちゃんも。症状はみんな同じよ。悪い夢にうなされて苦しんでいる。これは病気か何かですか。こんなことを言うとおかしいと思われるかもしれないんですけど。何？僕にはひょっとしたら悪夢を和らげる力があるのかも。どうしてそう思ったの？僕が修行している神前武術は覇者の力を宿すと父が。神前武術って？
あの時のキコちゃんにお世辞を言える余裕なんてなかったと思います。彼女は心から僕の力で悪夢が晴らされたと信じてた。彼女のお世辞でもなく僕のうぬぼれでもないならば、僕には何かそういう力が宿っているように思います。どうしてすす原くんをシャチホコ部に招いたか知ってる？いえ。私もなの。私もハルミヤさんたちと同じく悪い白昼夢を見やすい体質なの。成人してからだいぶマシになったけれどね。それでもたまに見るの。あの日もね、久しぶりに随分と気持ちの悪い白昼夢にやられていた。その時よ、白い暖かな光に満たされて悪夢から目覚めさせられたの。まさか。その時保健室に入ってきたのがあなたとアツタ君よ。あんな経験は初めてだった。人にで悪夢を晴らす力があるなんてね。だから私はその力を確かめたくてあなたたち二人をシャチホコ部に誘ったのよ。最初はアツタ君にその力があるかと思ったの。彼の熱苦しいまでのにぎやかさ、そういうものには悪いものを払う力が少しはあるから。でもそれだけのことで悪夢を払えるわけがない。すす原くんの神前武術の話を聞いて確信したわ。あなたには悪夢を払う力があるのよ。僕はどうすればいいんでしょう。私とあなたの仮説を確かめるには試す他はないわね。試すって？行くわよ。みんなの家にあなたがお見舞いすることでみんなの症状を軽くできるかもしれない。もしできたなら。できたなら？すごい朗報、シャチホコ部ソハッピー。先生。何？シャチホコ部って何なんですか？社会奉仕の部活という建前ですが、さっきの先生の感じだと何か違う気がします。先生もキコちゃんも悪夢を見やすい体質だと言っていました。ひょっとしたら美濃部先輩もリリアちゃんもそうなんじゃないですか？近いうちに全てを話さなければならないでしょうね。今は話せないんですか？私の頭がおかしいんじゃないかって思われたら嫌だもん。あ、先生、あれは本当に悪夢なんですか？悪夢としか近くできないと言うべきでしょうね。つまり悪夢ではない何か？私は少なくともそう思っているわ。でも悪夢と思っていた方が多少は気が楽よ。教えてください。一体何なんですか？神前武術という神聖な儀式で和らげることができると理解しているすす原くんならもう想像がついてるんじゃない？今ここでしている話は先生とすす原くんだけの秘密よ。こんな話を大真面目にしてるなんて教頭先生に知られたら大変なんだから。お昼には起きてくれたんだけど今はどうかしら。が来るって分かってたらシャワー浴びてもうちょっと可愛い服に着替えたのにな。具合はどう？寝てた？寝たところで
気持ちの悪い夢を見るだけだから、無理やり起きてた。最近ので今回のが一番辛いかも。ここまでひどいの初めて。それで今度はスズムンがお見舞い？スズハラ君はどうやって春宮さんを？キコちゃんの時はこうやって手を。何？ちょっとおとなしくしててね。手が触れると気持ち悪いのがさっと逃げていく感じ。よかった、やっぱり聞いたんだ。すごいわ、やっぱりすすはらくんには不思議な力が宿ってるんだわ。どういうこと？詳しくはわからないけれど、彼には悪夢を払う力があるのよ。スズマンは王子様なんだな。感じますか？白い光のようなもの。うん、感じる。それに身を委ねて体を楽にしていてください。僕が触れている間は具合がいいようですが、離れるとそれも薄れるみたいです。そう、でも春宮さんの今日の具合は昨日よりはずっといいんでしょ？はい、あれでも昨日よりはまだ。素晴らしいわ、これは本当に素晴らしいことよ、鈴原くん。辛い夢を見続けていたんだね。はい、私って昔から夢見が悪いたちみたいで、ここ最近は治ったかななんて思ってたんですけど、
大丈夫だよ。僕にはそれを和らげる力があるから。不思議ですよね。どうして先輩の手にはそんな力が。普段の稽古の賜物としか言えないよ。シャチホコ部を解散して、これからは裾原くんの指導で神前武術部を始めようかしらね。ありがとう。約束ですよ。